これ前回のあれ中男意識のやつですけど、あのな流してるんですかね。あのな、逆にプレッシャーかかるわ。なんかあれの見た後やったらあれな、あなんかすごいっすよね。見てはいけないものを見てしまう。いや今までこれねもう600、はい、のりさん何回もう700回超えたんじゃん。700やろ超えたんや。超えてて、一本もろないですあれ。だから言うたん終わった後に、はい、初めてこの楽屋話見た人があの回やったら、次絶対見えへんで、ね、何なんでしょうかねあれ。ある意味記念的な回ですよね。レアレアですよね。もっとあのその貧乏話するにしても、どっちかというとガッとガッと掘り下がっていって、あのまあまあ泣くまでいけへんけど、かわいそうやなみたいな、ちょっとかかってもええやんか。なんやねんそのスパゲッティの上についたんがそのまま出てくる。出てくるかそんなもん。どんなカチカチやねんよ。ねえ、楽しいことを喋る、まあ、会ですよね。お子様ランチが違うってそんなんね、作り手の問題やな。それをここで言わない。ここでクレームつけたしまいの話ですもんね。うん、ちゃうちゃうやないか。それ一生懸命こう、一生懸命、あいつね、バンダナ巻いてる時にもう、バンダナ巻いたらあいつダメですね。あ、逆にあかんのか。ありませんね、あれ。最近バンダナおしゃれになってますね。バンダナ自体やな。あ、なんで知らんがな。バンダナ自体おしゃれやけど、トークおしゃれやれ。この時代にバンダナってね、フォークジャンボリーやないか。なんか昔ありましたね、フォークジャンボリー。フォークジャンボリー。ジャンボリー。ジャンボリーっていう、なんか名前があれね。ジャンボリーって。でもまあ、あの芸人として、まあ、中を唯一褒めるなら、あんだけやっぱ喋れる、あのネタをチョイスして、行くというね、根性。根性はあるわ。根性はありますね。その、なんか、あの体験したのいつか言いたかったやろな。スパゲッティの上ついて。それが今かい。ハート強いですよね。ハート強いよ。ハート強いですよ。やっぱりあの時コシキおったから負けたないと思うんだよ。そうか、そういう戦いがあったんですか。貧乏バトルがあったやんか。あんだけ森脇がお母さんのこと振ってくれてる。もう一回お母さんこっちから行かなあかんと。大変ねえ。ねえ。やっとんねん、あれもう完全あのネタでもっぺん引っ張れるんですよ。そうやね、まあ、引っ張って、あ、そうや、すませんすませんほんでお母さん元気なんかやなとか言うたら、まあ、天丼ですわ。いや、これだけどんだけ振ってくれたんだよ、用意かへんねん。すませんすませんいや、僕スパゲッティやねもうあれ、小敷に勝ちたいね、貧乏勝ちたいね。そう、小敷ちゃんな、これな、貧乏はこう言って喋んねんで、みたいな。もうな、話術も計算も何にもないな、あいつは。だんだんトーン押していっとるしな。最後ごめんなさいだから汗いっぱいかいてでごめんなさいもたまえのネタやあいつ何にもないね。びっくりこいたわ。もうあんなんないわ。逆にあの空気がおもろかったわ。だけど見せられへんやあの一本。あの一本おもろいな。あの一本アクセス数増えたらどうしようや。いやあのだからこれあの一本ちょっとお蔵入りにしとって、でさっきこっちを見てもらって、ほんならどんなトークやったんかなというのを期待感を見て期待感を見たらうわほんまやと思うやんほんでちょっとあれ一本ちょっと遅らせとってそうかあれ一本先やっといてこれ見せてもっぺんもう一回もらおう腰木と中尾ともっぺん通る二人っきりにやる二人っきりこれどうですか二人きりとタイトルどうなんですかね二人きりやったら二人きりね楽屋話ではなくなるなくなりますよね。あ森脇おるだけおって一個も喋ったれへん二人だけこう喋ってそうしましょうか。でもしゃあなくようになったらもう入らなしゃあない。もう何やねん中尾おもろかったわ。でも俺らは逆におもろかった。いやそうですよ。マイナスマイナスでプラスになってましたよ。ええ感じで出てましたよ。来ましたよかと。あれこそけどツッコミ笑わないと話もできへんよな。ねえ笑ったわ。小敷が横で引いてたもんね。引く小敷って初めて見た。あいつ持ってなかったですよ。あの背もたれ深く座っとったもんね。あんなの初めて見ました。小敷もええネタ言ったんよ。大根盗むまでね。あれ持って行った時点で結構あいつももうさらけ出したんやけど、ほんでまた中を負けんと僕なんかすんなんよりスパゲッティが。お子様ランチで滑ってんのになんでもっぺんスパゲッティをもっぺん持ってきたんでしょうね。やっぱ頑固なんですかね。ここも行きたい思ったら自分でおもろい思ってんやん。その
フォークが刺さってる状態でスパゲッティが出てくる思いましたって、ね、で小学生考えても出てきてない小学校4年生がやるお楽しみ会みそうネタやな、ね、そこでもいじめられるいじめられるわダメーほかーあれ大井が初めてネタ作った竹谷に漫才やろうと思ってた時に、うん、ネタ書いて持ってた時に、うん、僕たちはあの長生きせなあかんからなーって書いたんで、ねうん、竹谷がふーんって呼んでたら、うん、大井が書いたんで長生きいたしましょう、うん、せーのふー、うん、長生きっていう時に竹谷が、うん、君とは絶対無理ですって言って言うね。竹井の判断間違ってないよ、ね。間違ってない間違ってない。でもそれより落ちるよね。スパゲッティが。どうなんでしょう。野球しよう言うてんの海パン一丁で来るようなんで、ね。ちょっとちゃうやんみたいな。かもしれんな。ああ。まあでも。いやでもいやそこまでな。うん。ちごたらおもろい。まあそこまで飛んでたら、ね。飛んでたら、ね。飛んでたらおもろい。一応合わしに行ってるからな。うん、だからそうだろう。安全運転で自転車フルフェイス被ってるような。野球醤油で革靴入ってくるよ。そんなかもしれない。安全運転で。あのフルフェイスのヘルメットかぶってしてるのね。プロテクターつけまくってる。なんかそういうやりたいことは分かんないけど。なるほど。安全に行き過ぎとる。そうそう行き過ぎてる。行き過ぎとるみたいな。どっちにしろあの一本というのを伝説の一本もっぺん考えないといけないね。もっぺん検証しないと。マリオちゃんもあの見とったやんか向こうで、はい、冷静に見とって、はいはい、どないやったあれ。いやなんかあれミス後半まではちょっと期待したんですよ。なんかが来るんじゃないかと。はい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 、だそのままヒューッと終わったんでこれは、うん、終わった瞬間カーンでテーブルを叩いてたね。今月最大のケツしぼみや、チリつぼみや。はい、びっくりしました。なんかこれで終わっていいのかなって逆に心配を無駄な心配ですけどしまして。最後あんなごめんなさいであんな終わられないですよ。終わらない。ほんまやな。ようまだあれでちょっと盛り返した。それでも一回締めとってん一回締めとってんね、古式がやって終わるだからもう一回盛り上げるからまだちょっとマシになったわあの船とほんまにお蔵入りやったからそれでもあれもうねあれはもう700回の歴史の中でええなあ伝説の一本ベース踏み忘れのホームランやねほんまやな、ね、今ずっとそんなん考えてた黙っとんなもん、そんな例え考えとったら700なんかないかなとか思いながらねそんな考えやん参考ある714だなとかねずっとそんな考えてないね700にまつわる、まつわることを考えるこのりちゃんらしいこのりちゃんらしい勉強だろ、うん、これやっぱりすごいよ700にまつわることを考える何にもまつわること考えへん考えへん考えへん見たまま言うとんでもスパゲッティ刺さってフォークが上に浮いていたやつもっぺんちょっと腹立ってきましたねかき氷でそれまで全部ついてきよるやでありがとうございました。